日陰多談は、日本の実業家、芸能プロダクション JK プランニング元社長、美少年評論家、俳優の大木正彩の養父、東京都出身、台湾人の父親と日本人の母親の間に生まれる。実家は、台湾の大病院で、裕福な少年時代を過ごし、台湾の名門台湾大学法学部を卒業後、東京大学大学院修士課程、 東京大学大学院博士課程に進学。その後は就職もせず、親の仕送りでゲイバーを開いたりと、本人曰く、宝刀息子のような生活を送っていた。ある日、ひょんなことから、役者志望の青年と出会い、間もなく共同生活を始める。彼の夢を叶えるべく、プロダクション JK プランニングを設立。1975年、 沖のジップの生協に伴い養子縁組、養父となった。当時は現在と異なり、同性愛者は完全にキーの目で見られていた時代であり、日陰は自分は沖の黒子だと言い聞かせ、裏方に徹した。沖の死の翌年である1984年には、著書、真相、沖正也』を発表。この本では、自身の老いたちやセクシャリティについての悩み、 沖との出会いから別れなどを赤裸々に綴っている。この頃からそれまで隠してきたホモキャラを全面に押し出したタレント活動を開始。新宿二丁目で喫茶店、シンドバットの経営のほか、テレビのコメンテーターなどもしていた。しばらくは実業家として悠々自適の時代が続いたが、不況の波に飲まれる形でシンドバットは倒産。その後は、 風俗案内店に勤めるものの2005年覚醒剤取締法違反の現行犯で2008年には暴力団幹部と共謀して前日の風俗案内店の女性社長を強括した疑いで逮捕され翌年1月覚醒剤使用所持罪で東京地裁から懲役1年2月の判決を言い渡された週刊新潮2016年3月3日号によると 2015年2月に、亡くなっていたことが判明した。週刊新潮2016年3月3日号、P38、沖まさやの自殺から22年、岐阜の日陰を覚醒剤逮捕。ザックザック、http コロンスラッシュスラッシュ www.zakzak.co.jp スラッシュ gei スラッシュ200512。 G20 億512万 1212HTML2013 年10月15日、閲覧。高木正也さんの養父逮捕警視庁、強括容疑で、共同通信。 http://www.47news.jp:/cn/200809/cn2008092401000359.html2013 年10月15日閲覧。日陰ただを容疑者に2丁目冷ややか、過去の人ですら。 ザックザック、http://www.zakzak.co.jp/.gei/.200809/.g2008092522.html2013 年10月15日閲覧。お木正ささん洋服に、実計覚製い剤使用、諸事剤で、共同通信。 http://www.47news.jp:/cn/200901/cn2009012301000701 と html2013 年10月15日閲覧。ありがとうございます。